当にその稽古の初期の段階で俳優同士が話し合わないとしいんだな。セリフが伝えられるもの、あるいは逆に言えば、観客がセリフからキャッチするものがゼロじゃないです、もちろん。でそれは重要なセリフもあるし、だけど基本的には観客は見て、ああだとかこうだとかって考えるものなんですよ。セリフはまあ、つっかえ棒なんで以上のものではないと私は思っていて、だからそれぞれが2本の足で立たなきゃいけないんですよ。常に最善の手を打つって。あ、いいですか、先に。私中学の演劇部で初舞台が竹内さんの戯曲だったんです。何だったんですか？SF 大冗談っていうので、でだからその時はもう死んでると思ってて、なんか芥川龍之介みたいな感じで、文豪と同じ、はい、なんで、だからまさかそんな大阪に来られるっていうのもびっくりだったし、はいはい、ずっと竹内さんに会いたいねってこうずっと言ってて、もうまあなんですかね、ストーカーみたいな感じです今っていう。スクエアの上田一見もその台本通りやってどうすんねんっていうことはおっしゃってて、竹内さんも、うん、台本そうですね、台本に書かれている通りじゃないことを求めていらっしゃるので、うん、そこは台本通りにやって台本の100を100にするんじゃなくて、台本が100であればそれに、うん、まあ、数字が重なるのか、なんか記号が重なるのかわからないですけど、うん、何かを足す媒体だなっていうのは、うん、その挑戦を毎回していくようにっていうことで最初から何度もおっしゃっていただいて、うん、はい、まあ、シーンによってはなんかもう漫画家みたいな気分で、はい、今日のネタどうしようかなとか、あ、なるほどね、そんなことも考える日もありますね、はい、ちょっとそんなネタとか言っちゃうとあれなんですけど、今日どうしようかなっていうので、あんまり同じことやってもあかんなっていうプレッシャーを、まあ、自分にかけつつやるのが、まあ、うまくいったら楽しいんですけどね、失敗したら、あ、今日も楽しい一番最初に出会った頃によく本で言われたこと、あのは動詞で芝居をしてほしいと、はい、形容詞じゃなくて、なるほど、はい、嬉しいとかそんな悲しいとかそんなものは見えないから見えるようにしてくれと、うんうん、人には分からないんでね、自分がどんだけ悲しくったって、はいはい、それは人にだから分かるようにしてくれ、常に動詞で芝居をするというのを出会った頃に言われましたね。日本語が分からない人、あるいは耳が聞こえない人にも分かる芝居にしてくれて、もうちょっと今回は生々しい家族、うん、その家族のそのとか兄弟のつながりが生っぽいというか、うん、浮き浮き立ってる感じがします。いい表現なのかちょっとわからないんですけど、うん、映画っぽいです。私が感じた印象は、うん、なんとなくそういう感じです。シーンをまとめてるとかね、音で持っても、うん、あ、そうなるんだみたいな感じか。ちょっと今の迷宮と違う違和感みたいなものが私はなんと使い方、いろんな多分演出とか音とかの使い方とかもちょっと違う、視点が違う。今僕は人事部で、はい、大阪ガスの人事部 で、ね、あのダイバーシティ推進の仕事もやってるんですね。ダイバーシティ、はい、多様性という意味ですけども、はいはい、OMS プロデュースというかこのプロデュース公演は、あの世代のダイバーシティですよね。それとかその地区の地域のダイバーシティとか、うん、東京と東京と、はいはい、そうやっぱりね、そういうことをまあ先取りしてやってたので、はいはい、そうですね、あの非常にね、本当に今まで会うはずのなかった人たちが一つの作品を作り上げるっていうのは、我々考えもつかなかった舞台成果が、ね、期待できるので、もっともっとこういう傾向が進めばいいと思ってます。もう一つだけですね、はい、面白い作品を仕上げて我々にびっくりさせてほしいって本当に楽しみにしているので、ね、皆さんもぜひアイホールにお越しください。
多分永久ミッシングリンクが最遅だったその戯曲ではないかと思うんですね、僕は知る限りでは。あのなんで書けなかったかっていうと、その前の前の前年か、その2年前に東日本大震災が起こって、で東日本大震災をの起こった年に仙台の三角フラスコっていう劇団と一緒に、合同公演をしようっていうことになってたんですね。で秋にはきっとその劇場設備も整ってるだろうということで、じゃあやろうということになり、そこでその震災を描いたんですけども、その合同公演でなんというか、彼らはその震災を描いたことによって、そのこれからもその震災を描かなければいけないんじゃないかっていうような、その妙な言い方はあれですけど、十字架を背負ってしまったというか、使命みたいなものをねちょっと帯びたところがあったんですね。そこから、作る作品について、じゃあこれを発表して何の意味があるんだろうとか、どういう効果があるんだろうっていうの、ちょうど迷いの時期に来てただと思うんですね。だから書けなかったんじゃないかなっていうのはすごく、でまあアプローチを変えて、大震災の後に家族劇を変えたらどうなるんだろうっていうコンセプトというか、まあ発想の出発点からこの作品が生まれたっていう経緯がありますね。永久ミッシングリンクプラス竹内十一郎第3章にして集大成、あるいは魂の止まり木、劇団としても旗揚げ17年の集大成になりそうなので、ぜひ皆さん足をお運びください。ご来場お待ちしております。